第1話、彼を刺すかもしれない。昔、俺が友人に頼まれて電話占いをしていた頃の話。その友人は、電話占いの広告を出していて、何人かの占い師を抱えていた。できる時だけでいいから、手伝ってと頼まれ、何回かやったことがある。まずは友人が電話をしてきて、依頼があったけどこれからの時間できるか?と聞いてくる。できる時は相手の電話番号を聞いて、コレクトコールでこちらから電話をかける。最初に料金設定の説明をして、最後に、〇〇分だったので〇〇円を振り込んでください、と伝える。依頼が来るのは、だいたい夜の10時過ぎが多かった。職場での恋愛の話から、ディープな三角関係など、いろいろな依頼があった。中には、会社で隣の席に座っている男性が、自分のことをどう思っているか知りたい。というような、微笑ましいのもある。俺はタロットで占い、彼もあなたのことを意識しているよと答えた。電話口で喜んでいる依頼人の声を聞きながら、ああ、青春っていいなぁと嬉しい気持ちになったりする。ある時は、かなりディープな話もあった。夫がいる30代の主婦なのだが、肉体関係だけの男友達がいて、どうやらその男が組関係の人と付き合っているようだ、と。しかも、お金が絡んでいて脅されているらしい。彼がどこまで裏の世界に染まっているかを知りたいという。タロットで占うと、かなりヤバい感じの暗示が出た。そのカードの意味を伝え、その人とは別れた方がいいと伝えた。納得できない感じだったのか、あまり嬉しくない様子だった。そういうディープな依頼の時は、心がずしーんと重くなる。言葉のイントネーションからして、関西方面のようだったが、関西弁でディープな話は勘弁してもらいたいと思ったよ。俺が電話鑑定をやめるきっかけになった依頼がある。それは、20代の若い女性。付き合っている彼が浮気をやめられるかどうかという悩みだった。彼女は彼をとても愛しているのだが、彼はモテ男で複数の女性と付き合っているらしい。お前が一番好きと言ってくれてはいるが、彼女はどうしても、他の女がいるのが許せない。いつか私、彼を刺すかもしれない。あはははははは。本気か冗談かわからない物騒な言葉を言いながら、高笑いしていた。俺は、どうもその男性の浮気症は今後も続きそうだ、と伝えた。そして、1年後には別の男性と縁があるから、別れた方がいいのでは?と言った。彼女は、どうしても彼と結婚したいようだったので、結婚しても女癖は治らない、とはっきり伝え、もう別れて新しい恋の準備をすることを勧めた。あまり納得しない感じで後味が悪かったが、料金を伝え電話を切った。電話を切った後、執念深い彼女の性格が気になった。それから数ヶ月後、何気なく全国ニュースを見ていたら、28歳の女性が交際男性を刺殺、とのニュースが。いつもなら、よくあるニュースの一つとしてあまり気にも留めないのだが、その時は胸がキュッとなる感じがあったのを覚えている。あの時の彼女の言葉が思い出されたからだ。いつか私、彼を刺すかもしれない。あはははははは。彼女の名前も顔も、住んでいる場所さえ知らないのだから、全くの人違いかもしれない。だが、その時聞いた生年月日からするとぴったり28歳。そのことがあって、友人に連絡して電話占いをやめることにした。あの事件の犯人が、彼女でないことを祈るばかりだ。第2話、死を呼ぶ遺骨。よくある事故物件みたいな話だし、死ぬほどかって言われると、疑問はある。でも、地域性なんかも考えると、もしかしたらみんなは怖いかもしれない。その場所は、元は田舎の漁村だった。山間の漁が盛んな町で、若い人でも北枕はダメだとか、夜に口笛を吹かないとか、神棚や仏壇や床の間には背を向けなくて、満潮で赤ちゃんが生まれ干潮で人生を終えるって本気で信じてて、星座も当たり前に身についてて、子供もお寺の幼稚園に通うのが当たり前、みたいな場所だということを、あらかじめ分かってほしい。要するに地元愛の強い若者も多い、古き良き田舎ってやつ。この町には昔川の氾濫で大勢人が亡くなったので、ハマグリが豊富に取れるが、地元の人は決して入らない川なんかもあったりする。港に直結してるので、川だけどほとんど海水らしい。うちの親戚はみんな本籍がこの町で、両親もこの町の別々の部落が出身。こう言うと、年配に思われるかもだけど、自分はまだ20代だ。
って、多分怖いのはうちの親戚の話。姻族だったかもしれないけど、かなり遠い身内の話。田舎なので、六親等外でも身内は身内。そんな感覚。仮に A さんとしとくよ。で、その家が引っ越したんだ。町自体は小さいけど、親戚が使ってたとか、前に住んでた場所から歩いて5分だけど広さがちょうどいいとか、そんな感じに引っ越すっていうのはよくある話。A さんの叔母が、夫に先立たれて、娘さん夫婦と同居することから、譲り受けた家らしい。で、その A さんは女性なんだけど、つい先日亡くなったんだ。この人っていうのが、まあ苦労人だったよ。子供は息子が3人で、旦那さんと義母、旦那の母と一緒に住んでて、まあ引っ越した当時は幸せというか、普通だったと思う。いつもと変わらない感じ。で、多分30年くらい前、身内がだいたい30年とか話してた、義母が亡くなった。当時は息子さんたちも中学生1人と小学生2人で、義母も大往生だったらしく、去年とかはわからないけど、惜しまれるってほどの年齢ではなかったらしい。その2週間後、旦那が亡くなった。家族思いな人で、母親の看病や世話も熱心だったらしく、過労というか、苦労がたたったというか、そんな感じだったらしい。A さんは、義母の四十九日も過ぎないうちに、旦那を亡くしてかなり疲労困憊だったらしいけど。まあ、息子もいたから限界超えてでも頑張ったんだろうね。息子さんたちも自立して、その後は幸せだったろう。って感じだったらよかったんだけど。いや、事実息子さんたちもみんな、自立して、子宝に恵まれて一時は幸せだったんだと思うよ。問題はその後で、10年ほど前に長男さんが亡くなったんだ。計算しても30代だから、かなり早いと思う。死因は肺がん。うちの親戚は、癌が多いし、最近は遺伝するって言われてるから、私も死ぬ時は癌だろうなって感じ。事故死を除けば、ほとんどが癌だった。だから死因にも不可思議な点はない。その2、3年後、三男さんが亡くなった。死因はやっぱり癌で、甲状腺からがリンパに転移していたらしい。甲状腺は腫れればわかりやすく、転移もしにくいことから比較的悪性度は低いらしい、というのはゲームからの情報だけど。まあ、本当にうちの親戚の死因は癌が多いから、若いしは惜しまれるけど、なぜ癌になったとはならない感じ。なぜ〇〇がとか、なんで死んだとかは普通にある。田舎では多い、我慢強い人に限って手遅れなパターンだ。三男さんは、お兄さんにからかわれてきたからか、かなり負けず嫌いで、痛みも根性で耐える人だったらしい。だから、比較的危険性の少ない甲状腺の癌で、手遅れになってしまった。さらにその1年後、次男さんが亡くなった。死因は膵臓癌。私が小6時に母親が甲状腺癌の手術をしていたけど、驚いたことに母もリンパに転移している。その時に膵臓癌は手術が難しいと聞いたことがある。母の隣室の男性が膵臓癌だったのだ。さすがに今がどうはわからないけど、奥にあるから切り取りにくいんだとか。小学生の自分は背中からは切れないのかと考えたくらいだ。次男さんが亡くなったのは、三男さんが亡くなって1年前後。さすがに親戚も、2度目と3度目では見え方が変わってくる。周りが世話になってる寺、町に寺は一つで、お坊さんはその家の親子2人しかいない、に相談するように勧める。ここで、村八分にならないのは、元が小さな村だったからか、身近の人が親戚ということも多く、親戚付き合いも盛んだったので、親身だったかららしい。しかし優しい義母が生き、旦那に先立たれ、苦労しながらも育て上げた3人の息子に先立たれたとあって、A さんも病気がちになった。親戚中が同情したんだけど、入退院を繰り返して、惜しまれながらも先日息を引き取った。私は叔父の付き合いで、家を片付けに行ったんだ。私自身には何の関係もないけど、まあ、叔父は身内だから手伝うのは当たり前だと思う。棚から古い絵本やカップ券が出てきたりと、それなりに発見の多い日になったんだけどさ。私も楽しかったよ。歴史好きな自分は古いものが好きだし、遺品整理は、個人には失礼かもしれないけど、秘密を覗くような高揚感があった。天井裏を覗くまでは、田舎だし、ネズミだって多い。四十九日の間に仏壇にあげた米がすっからかんになってたり、物が移動してたりが当たり前に起こるもんだから、多少の恐怖心は薄れている。けれどもこれは、何とも言えなかった。親戚が多いので、幼い頃から、
何度も見たものではあったけど、これがここにあるのは、違和感しか感じなかった。私は見るものではないと言われ、ちらりとしか見えなかったけど、それでもあっておかしいと思った。親戚にとっては成人しても、私は子供らしい。天井裏には、見知らぬ、遺骨が納められていた。残念ながら A さんの前に住んでた親戚は、自分の前が空き家だったから、誰が住んでるかは知らないらしい。さすがに警察に届けたとは思うけど、私も、気味が悪いので、それ以降どうなったか聞いてない。第3話、池にいたもの。数年前結婚した年のお盆休み、嫁の実家に泊まりがけで行った時のこと。嫁実家は中国地方の山の中で、最寄りの高速インターから2時間ほど走ったところ。生まれも育ちも大阪、両親の実家も市内にあった俺にとっては、夏の田舎の景色は新鮮で楽しかった。嫁実家の周囲を堪能した翌日は、もうちょっと足を伸ばそうと、嫁と二人車で出かけた。ナビも使わず適当に車を走らせて、周囲の景色を楽しんでいた。低い峠を越えて1時間ほど走ると道がぐっと細く、まばらな家々もみんな空き家のようになっていった。道沿いの田んぼもほとんどなくなった。もうそろそろ戻ろうよ。このままだと本格的に山の中に入っちゃうよ。と嫁、そだな、と方向転換できる場所を探そうとゆるゆる行くと、無舗装の脇道を見つけたのでそこへ頭を突っ込んだ。前方は山裾から急勾地というのか、草ぼうぼうの広い空き地が広がっており、そこに道が続いていた。そのぽっかり開けたところの真ん中がキラキラ光っているのが見えた。あれ、なんだろ？池かなんかでしょ。早く戻ろうよ。いや待て待て、なんか綺麗だし、と構わず車を進めると確かに小さな池だった。6時にはなっていなかったと思うが、後ろの山に日が落ちかけて、青く沈んだ山の手前にある池が夕日でキラキラしていたのだった。おお綺麗やな、ちょっと車降りてみてこようよ、と俺。嫁は。池なんか見ても仕方ないし、ここで待ってる。と乗ってこないので、行けるところまで車を進め、嫁を置いて一人で車を降りた。池は25メートルプールくらいの小さなもので、貯水池なのか下手になる方に小さな水門のようなものがついている。ぶらぶら歩きながら山手側を見ると、池のへりに小さな鳥居があった。なんで鳥居？神社って見当たらないよな。近くまで寄ってみる。鳥居は木製で、俺の胸のあたりくらいしかない。大して気にも留めず、そのまま鳥居の横を過ぎて池を回り込もうとした。その時、シャン、シャン、と巫女さんが持っているような鈴の音が聞こえた、気がした。あれ？と思って振り向いたけど何もない。山に遮られて、もう俺と池の周辺に日差しはなくなっていた。池もキラキラしていなかった。気のせいか空気もひんやりしてきた。とまたその時、確かにシャンと鈴の音が聞こえた。ひえー、ちょっと怖いぞ。と足を早め出した途端、ビーと俺の車のクラクションがすごい勢いで鳴った。心臓が止まるかと思った。すぐに車の方を見た。車はまだ火に照らされていて、ハンドルに抱きついている嫁が見えた。その嫁がわめいているような形相でクラクションを押し続けている。どうした？と全速で走って車まで戻ると。早く乗って、乗ってってば。嫁がすごい形相でわめきながらドアを開ける。急いで車に乗り込んだ俺がどうした？という間もなく、嫁は必死な形相のまま、車をバックさせ始めた。パーキングでいつも苦労している嫁が、ずいずいと車をバックさせ、脇道から本道に戻って切り返し、すごいスピードで走り出した。俺はしばらくあっけに取られてたが、だいぶ戻って道が広くなったところで運転を変わり、どうした？と嫁に聞いた。嫁は涙目で、首を横に振るだけだった。とにかくナビを起動させて、嫁実家の集落から川2本ほど隔てた山鼻から、1時間くらいかけて嫁実家に帰った。帰宅してちょっと落ち着いた嫁が言うには。俺が行ってから嫁は車中でスマホをいじってたのだが、ふと顔を上げると、俺が鳥居に差し掛かる手前だったそうだ。俺の周囲がなんかモヤモヤしてる？と思ったらしい。ちょうど陽炎で、空気が揺れて景色が歪む感じっていうか、なんだろ？と思ってそのまま見てると、俺が鳥居で立ち止まった。するともやもやの中に、うっすら人影のようなものが浮かんできたんだという。
半透明の白と赤の衣装の女性の後ろに、黒いだけの影がいくつもふわーっと浮き立つように現れ、俺の後ろぴったりついたそうなんだ。俺が振り向いてまた前を向いた途端、俺に覆いかぶさるかと思うぐらいそれらの影がもわーっと大きくなってきたそうだ。嫁は一気に鳥肌が立ったが、俺と一緒に逃げなきゃと思って運転席に移り、目いっぱいクラクションを鳴らして俺を呼んだらしい。俺がダッシュで車に向かってくるときは、俺の後ろはまだモヤモヤしていたが、とにかく早く戻ってきて、そいつらは来るな来るなと必死だったそうだ。あとは車でひたすら走る。怖くてバックミラーもルームミラーも見なかった。確かに急にひんやりしたし、鈴の音も聞こえた気がした。俺には何も見えなかったが、そんなことになっていたのか？とその話を聞いて俺も鳥肌が立った。俺もだけど、嫁もゼロ感で今までそんな体験をしたことなかったんだ。夕食時、岐阜が。ドライブどこまで行ってきた？と聞いてきた。嫁が。うん、あの辺は丸々町かカクカク町かなぁ。山花まで行ってきた。と何もなかった風に答えた時も、岐阜義母ともに特に反応はなく。へぇ、なんもないやろ。町の人は面白いんかな。と笑っただけだった。と、どうやら地元で噂があるとか、曰くのある場所ではなさそうだった。でも俺も嫁もまだ怖かったし、何よりついてきてないかどうか不安だった。実際に見てしまった嫁は俺よりもっと怖いはずで、その晩は電気をつけたまま寝ると主張した。俺もその方がありがたかった。その夜中、何も怖いことや不思議なことは起こらなかったが、嫁はまだ怖がっていたし、念のためと思い翌日、二人でその辺りで一番大きい神社へ行くことにした。とりあえず家内安全と災難避けのご祈祷を二人で受け、車も交通安全、これでいいのか？のご祈祷を受け、お守りを三つもらって帰ってきた。その後は何もない。毎年嫁実家へも帰るけど、何もなくてほっとしている。あの池で何かあったのか、嫁が見たものは何だったのか、何もわからない。ただ思い出すと本当に怖い。第4話、異世界への三叉路。こないだの話なんだけど、めちゃくちゃ気持ち悪い体験したから聞いてください。大学の時のサークル同期連中から軽井沢の別荘保養所に集まってるから来いよって言われた。俺はお盆返上で仕事してたんだけど、休憩中にそいつらがインスタグラムに投稿してる写真とか見てめちゃくちゃ悔しくなって、22時くらいに仕事終わらせたのね。もう新幹線も間に合わないから、レンタカー屋に行って一番安いやつ借りてさ。実家が群馬だから軽井沢は子供の頃からよく行ってた。高速じゃなくて下道で行った方が早いって親が言ってたから、それを真に受けて今回も下道で行くことにした。で、iPhone をカーナビ代わりにして出発。今思えば普通に東京からだったら中央道乗ればよかったんだけどね。俺が間違ってた。ああこんな感じの景色だったわ、懐かしいなんて思ってると、山に入る。カーブが多くて、ガキの頃はカーブの数数えてたなぁなんて思ってると、ガスってきた。山じゃよくあることなのかな。途中、三叉路にぶち当たって、山の奥で三叉路？って思ったけど一応道を確認しようとした。で、iPhone 見ると全く地図が表示されない。まっさら。GPS が効かなくなった。通信制限でもないのにね。その時は山だからかなぁとか思ってたんだけどね。ググれば出てくると思うんだけど、軽井沢って廃線があるわけ。トンネルとか、橋とか、発電所の廃墟とかが残っててね。どうしたもんかなと思ってるとちょっと霧が晴れて、目が慣れて右側、山の斜面側ね、見ると、霧の奥にぽっかりトンネルが口開けてる。俺はオカルトが大好きなんだけど、だからこのスレもいつも見てるんだけどこの時は最悪な気持ちになった。前にもこういう気持ち悪い感じはしたけど、それは自分が犯した見すぎだからかなって思えた。でも今回は、なんていうか、そのゾッとさせるものがめっちゃ近くにいるみたいな、脳で考えるより先に恐怖が来たんだよね。このトンネルから一刻も早く離れないと、と思った。それで、山抜けるなら斜面の反対だろ、って思って左の道を選んだ。しばらく走るとだんだん平坦な道になってきてはいるんだけど、全然ガスは晴れない。そうすると道の駅があった。っていうか、小ぶりなドライブインみたいなの。
なんかを書いたにこういう話あったよな。さっきのこともあるし、仕事終わりで少し眠い。なんか気持ち悪い。自販機とかは新しいんだよ。でも、その奥のスタッフ専用ドアの向こうで人が話してる感じがするんだよね。何言ってるかわかんないんだけど、もご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 って、ずっと。すりガラスの向こうは真っ暗だしドアノブとか取れてるんだけど。あとは地図。机の上に開いたままになってる古そうな地図帳と、食べかけのカップヌードルみたいなのが置いてある。うまく言えないんだけど、それを読んでた人は絶対もうここにはいないな、って思った。その地図がどこを開いてるのかも確認しちゃいけないと思った。さっきも書いたけど、うわ、なんか怖いなとかあるじゃん。怖い話読んでる時にトイレ行けなくなる感じだよ。あれがもう間近に迫ってる感覚。うまく言えない。もうとにかく気持ち悪くなって車に戻ろうとした。そしたらドライブイン出たとこでポンポンポンって肩叩かれて、振り返っても誰もいなくてね。車乗ろうとしたら、運転席の窓のところに A4 の紙が貼り付けられた。さっきの三叉路で右側の道ですって明朝体で書かれてた。もう最悪なのがその紙がセロテープで貼られてたの。そのセロテープ、基板でパリパリに劣化してるんだよ。それ剥がして、ダッシュでエンジンかけて、とりあえず来た道戻った。そしたらさっきのトンネルが割って現れて、その中もろに照らしちゃった。勘弁って思ってハンドル切って、制限時速オーバーで車飛ばしたよ。トンネルの中になんかいた気がしたけど、おかいたの読みすぎじゃなきゃやってられない。怖さが見せたものだと思ってる。別荘に着いたらサークルの同期連中は王様ゲームやってたよ。バカじゃねえの男5人で。伏線回収もオチもない話ですまん。セロテープが劣化してたの怖い。結局、右側のトンネルは通らないで済んだってことですよね。廃線跡のトンネルはもともと山側の奥まったところにあるんだよね。でも俺がドライブインから戻った時は元来た道がなくなって、その場所にトンネルがあったような気もする。そうじゃなきゃトンネルの中照らさないからな。今辻褄が合い始めて気持ち悪い。全部気もするで申し訳ない。